ロは部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。こちらロジャーバスター、正体不明の大型ガンに攻撃を受けている。畜生、何なんだこいつらは。ダメだ兄弟、捕まっちまった。応答願います、応答願います。これぞ、トリック オアトリート。一体何のつもりだ。人をいきなりと捕まえて。まあそう尖るなよ。ちょいとばかり聞きたいことがあるだけだ。聞きたいこと？ちょっと前からお前らがやってる仕事のことさ。周廃センターからライトニングにある基地まで荷物を届けてるだろう。あの基地の中には何があるんだ。知らねえだよ。たとえ知ってたって話すかよ。運び屋には仁義ってもんがあるだ。本当だで、オイラたちは言われた通り倉庫に荷物を置いてきただけで、中じゃ誰とも会ってねえだで。トラク、だったら直接積み荷を調べさせてもらうぜ。この野郎、そいつはオイラたちの配達記録なんだな。てめえ、返しやがれ。へえ、おめえら見かけによらず案外マメだな。どれどれ、合成タンパク液、 DNA コンバータ、マイクロマシン培養液。こいつはバイオ兵器の開発材料じゃねえか。ってことはブラックシャドウの野郎が作ってるのは奴みてえなバイオ兵士ってことかよ。ひょっとしたらそいつがブラックシャドウの弱点になるかもな。なんだってんだよこいつ。こんなことしてただじゃ済まねえだべ。オイラたちには高機動小隊のリュースダクっちゅうダチだっているんだい。余計なことを言うんじゃねえ。ほほう、お前ら竜のお友達かよ。こいつは面白いや。救難信号が出たのはこの辺じゃが、何の反応もないの。きっと無事なんだよ。だといいんだが。落ち着きなさい竜。そうですよ、まだダークミリオンの仕業って決まったわけじゃ。待ってくれ。ああ、センサーに何か反応があったぞい。電波信号じゃ。ミャー、リュウ。ゾウだ。やろう。お友達は見つかったかい。ロジャー、ドラク。ゾウだ、その二人が何をしたって言うんだ。
ロジャーたちは子供のためにフルーツを運ぶ優しいやつなんだ。お前たちダークミリオンなんかとは関係ない。関係なくねえんだな。それがこいつらはブラックシャドウの荷物を運んでやがったんだ。もっとも騙されて知らずにやってたんだろうけどな。何？ロジャー、ドラク、彼らを人質にして何を要求するつもりかしら。話が早くて助かるぜ。こいつらが荷物を運んでいた惑星ライトニングにはブラックシャドウの秘密基地がある。この山の地下に何があるのか俺たち幹部でさえわからねえ。だからだな、この基地にあるものが何なのか調べてきてもらおうか。そうすりゃ二人を返してやるぜ。要求としちゃ可愛いもんだろ。そうだ、貴様、私たちを利用するつもりね。悪い話じゃねえだろ。お前らにだってメリットがあるんだからよ。頼んだぜ、高機動小隊の証拠。待て、ゾーダ。くそ、絶対罠だぜ。同じダークミリオンだってのにゾーダが知らないってのは変だろ。いや、ブラックシャドウがわざわざダークミリオンと関係ない運び屋を雇ったのはゾーダたち幹部にも秘密にしていることがあるからということも考えられる。ブラックシャドウの秘密、ありがとうよ、役に立ってくれて。お金で竜のやつがかっ飛んできてくれる。この野郎が。ご褒美にもうしばらくは生かしといてやるぜ。感謝するんだな。兄弟、大丈夫か。くそ、竜、すまねえ。何、ゾーダは、ロジャーバスターを捕らえライトニングのことを探っている模様で。ゾーダめ、小賢しいやつよ。ブラックシャドウ様、運び屋などを雇って一体ライトニングで何を。お前は私の命令に従っていればよい。つまらぬ詮索は身を滅ぼそうぞ。ブラックシャドウの秘密。人質の二人はどうしてる。おとなしいものですね。先ほどの脅しが効いたようで。そうか。指定のポイントじゃ。この辺りはライトニングでも特に雷の激しい地域だよ。宇宙船での接近は慎重にね。たく、厄介な場所だぜ。でも秘密基地作るの最適。大丈夫ですよ、このギャラクシーランナーはちょっとやそっとの落雷くらいじゃびっくともしませんから。頼むぜ、本当に。それより問題は基地の警戒の方だろうね。相手は地下だ。どれほどの規模かわからないが、ブラックシャドウの基地となると厳重な警戒が予想される。それでも俺たちは行かなきゃならない。ロジャーたちの命がかかってるんだ。それにブラックシャドウの秘密に迫るチャンスでもあるわ。みんな十分に注意して行動しましょう。前方にエネルギー反応じゃ。高熱源大接近、攻撃じゃ。防御シールドを作動させて。早速歓迎かよ。だから大丈夫ですってば。この程度の攻撃じゃびくともしませんよ。エネルギー反応、さらに増大。え、本当に大丈夫なんだろうな。大丈夫ですよ、多分。今の被害は。機体は無事じゃがシールドが 15% ダウンした。この調子で攻撃を食らってたらまずいぞ。さらに増加。完全に包囲されちゃったよ。いよう、高機動小隊の諸君。そうだ、その調子で警報システムの戦車どもと遊んでくれや。
その間に俺が秘密を拝ませてもらうからさ。やっぱり俺たちをはめやがった。敵に生命反応はないよ。自動防衛システムだ。その割にはかなりの重武装じゃ。そうまでして守りたい秘密があるということだ。相手の数が多すぎるわ。この機体じゃいい的よ。F0 マシンのスピードなら奴らを突破できる。俺が直接乗り込もう。よし、俺も行くぜ。ドクター、後をお願いね。分かった。気をつけるんだぞ。行くぞ。ブラックシャドウの野郎、何を隠してやがるんだ。ん、ブラックシャドウ、どうして。よく来たな、ゾウダ。てめえ、どうしたゾウダ、逃げぬのか。ならばこちらから行くぞ。もっと早く逃げんと追いついてしまうわ。くそったれ。そのままブラックシャドウの注意を引きつけていてちょうだい。もう限界かよ。ここまでね。まだまだ。リュウ、時間がないわ。サンドイッチバーストで行くわよ。わかった、俺が中央を行く。行くわよ。おうよ。ジョディ、ジャック、私たちはいいから先に行きなさい。行け、リュウ。ゾーダの好き勝手にさせるな。分かった。しまった。ロジャー、オイラもいるでよ。ドラク、迷惑かけたな、リュウ。誰だか知らねえが、親切な奴に助けられたぜ。助けられた。奴らの基地に行くんだろう。こっから先は案内するぜ。俺っちも奴らに借りを返してえからな。おい、ロジャー。ちくしょう、このままじゃやべえ。ん、あれはラッキー。デザーカ、それにブラックブルボン。おお、リアクターマイトがまた一つやってきたか。どうだ。くそ。リュウ、こいつは俺っちに任せとけ。前はジョーダの野郎をとっちめてくんな。すまん。ブラックシャドウさんよ、俺っちに悪党の手伝いをさせてくれたな。ザコが。くそ。甘いな。くそ。リュウ・スザク、お前との遊びはここまでだ。まだまだ熟成が足りない。もっと腕を磨くのだ。研究室。
一体何の研究を？リアクターマイトの研究？バイオテクノロジーを使ってリアクターマイトを制御しようとしているの？これは実験体1号発育率 90% 生体反応異常なし、ゾーダと命名。ゾーダ？なぜゾーダがここで？なんだよこいつは。ゾーダ、なんで俺がこんなところに？一体どうなってやがるんだ。お前がここで作られたからだ、ゾーダよ。ブラックシャドウ様、ミスキラ、私の命令に背いたな。私はただゾーダを阻止しようと。まあいいよ。いここで俺が作られたって？俺は2051年から来た150年前の人間だぞ。いやいや、ゾーダよ、お前は私が作ったのだ。竜朱雀を抹殺するための道具としてな。竜を抹殺するための？全然意味わかんねえぞ。そいつは一体どういう意味だ？その通りの意味よ。竜朱雀は私にとって最大の障害だ。そこで私はゾーダを作り、過去へと送り込んだのだ。そんな、てめえふざけてんじゃねえぞ、ブラックシャドウ。俺を竜を倒すためだけに作ったなんてよ。愚か者が。150年前には失敗したお前をリアクターマイトの入れ物として役立ててやったのだ。ありがたく思うがよい。お前だけではない、竜朱雀も私のために役立っている。全ては私のための道具なのだ。見つけたぞ、ブラックシャドウ。今度こそ決着をつけてやる。よく来たな竜朱雀、今一度お前の成長ぶりを確かめてやる。ブラックブルー。待て、ブラックシャドウ。ここでお前を倒す。この私を、このブラックシャドウを倒すだと？ああ何？この基地と運命を共にするがよい。もたもたしてると爆発に巻き込まれてしまう。このそんな甘ちょろいアタックが私に通用するとでも思うか。こんなところでやられてたまるか、ブーストファイヤー。見事だ竜朱雀。そうだ、その力だ、いずれ私のものにしてくれるわ。ブラックシャドウ、いつか必ず倒してやる。てめえにはやらせねえ。奴を倒すのはこの俺様だ。あの野郎だけは絶対に許せねえ。そうだ、奴が俺を作っただ。そんなこと知ったことかよ。俺はやりたいようにやるだけさ。俺を利用しようなんて野郎は全てぶっ潰す。それだけのことよ。ブラックシャドウがお前を作った、何を言ってるんだ。この俺様を誰だと思っていやがる。いつかダークミリオンを乗っ取って宇宙を支配する男だぜ。そうはさせない。その前に俺がお前を倒す。ブラックシャドウと一緒にな。
楽しみにしてるぜ。アディオーザ。ゾーダ。存在価値でもマスク前だけ見据えてみせる。いつか見た違う場所たどり着くは奇跡まで。おしゃれチェックのコーナーです。宇宙を救う者セイブス龍須崎さん。あ、どうもミュートシティから来ました。まあ頭の悪そうな子ね。おしゃれチェックお願いします。まあジャケットはいいわ。でもみんなに悪趣味な色のシャツを着るのはやめて。私は嫌い。ほっとけ。だいたいセイブスって何よ。まったく失礼しちゃう。次回 F0 ファルコン伝説伝説の男、君の心にブーストファイヤー。やあ、今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。埼玉県今井理茶さん、京都府さやちゃんからの質問。どうしてゾーダは甘いものが大好きなの？あ、そうそう、ゾーダさん誕生日にチョコレートもらってましたね。実は150年前、彼はケーキ工場で働いてたことがあるんです。こっそりつまみ食いしてるうちにだんだん甘党になっていったとか。それが原因で工場をクビになってすっかりグレて悪党に。やっぱりこのおじさん面白い。リアクターマイトのせいでますます甘党に拍車が。そういえばリュウさん、前はコーヒーブラックだったのに、それがリアクターマイトの秘められた力だったんですね。嘘です。それではごきげんよう。